こんにちは、歴史くんでございます。偉人スナップチャットやってみたよ。さあ、またまた偉人のスナップチャットやってみようと思います。今回はこのお方から。はい、野口英世さんでございます。黄熱病の研究で有名で、最終的には自分がその病気にかかってお亡くなりになってしまうという、そしてかつては千円札のね、肖像の方としても知られているお方でございます。さあ、まずはじゃあ女性にしてみようかな。めちゃめちゃ美人だ。野口英世さんかっこいいですもんね。まずね、ベースがなんか安田圭さんに似てんだよな。安田圭さん似てません？ちょっといい男性捕まえそうな女性ですよこれ。優しそう、歌唱力ありそう。赤ちゃんにしてみよう。赤ちゃんかわいい。これコスプレしてる赤ちゃんだ。なんかうわかわいい。これなんかツイッターのアイコンで使う人いそう、こういうの。頭良さそうな子だわ。あとはこれなんだ。これうわ怖っ、大量のやつだ。うわわわ1,2 うわ怖っ。何でもやっぱ大量って何でも怖いですよね。これでもお札だったらすげえいい金額になる。4万円ぐらいなんじゃねこれ。さあ、じゃあちょっと続いていってみようかな。高杉晋作さんですね。長州藩ね出身ですけども、騎兵隊を組織したのでもおなじみですね。こちらも早速女性にしてみたいと思います。うわー、俺先週こういうメイクさんに会った。このメイクさんにメイクされましたよ僕。うわー、いるよねこういう人。なんだろうこの今いる感。じゃあちょっと別の方も、このじゃあリボンとメガネ。真面目そうだねこの人は。ちょっと論文の厚さんに似てんのかな、このメガネの感じで。ちょっと厚さんっぽいのかな。あ、これはどうだ、ハゲ。はい、やっぱ人間って髪型大切だな。全く違うもんなこの印象が、このおでこクニバルの感じだと。やっぱそうだよな、これ人気になる人ってやっぱこうおしゃれな部分がないと人は引きつけられないですね。続いては大久保利通さんね。薩摩で西郷隆盛の盟友ですよ。こう見ると目がくっきりしててかっこいいですね。こちらも女性にしてみましょう。やっぱ綺麗だよねこれ。やっぱもうベースで思ったけど、天海祐希さんなのよ。もうめちゃめちゃ綺麗、似てる。当時このヒゲ流行ってたんでしょうね。結構このヒゲしてる人多いんですよね当時。赤ちゃんヒゲが気持ち悪いなこれ。ダメだ赤ちゃんこれ。でも可愛いわこの赤ちゃん目が。でこの七三の感じもまたこういいとこ育ちのお坊ちゃんって感じする。よし、じゃあ最後行ってみましょう。高野山の多聞天像ですね。多聞天というと四天王のうちの一つに数えられる、別名毘沙門天なんていうふうに言われますね。じゃあまた女性にしようかな。あ、反応した。いやもうマツコさんにしか見えないよな。あんま直球すぎて言いたくないけどマツコさんだよな。あ、これ目を大きくするやつあったよな。目が大きい人に対して、うわーうわー怖っ、うわ気持ち悪いこれ。うわで、この上の目はね正直もう気持ち悪くないのこれ。目合わないからちゃんとした方の目が俺を見てんのこれ。怖ー、うわ怖っ。可愛くしてみよう。やっぱこう目が怖すぎるって。全然そこに行かないもん、あの髪の毛とかリボンとかに目行かないもん、うん、ここだけだよ行っちゃうの。また僕も挑戦してみたいと思います。今日はね大量、びっくりしたから大量にします。なんか俺がたくさんいるってだけだな。なんだろう。
なんでだろう、あんまり面白い仕上がりにはならなかった。以上です。バイバイ。